チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんのお昼ご飯はラムーの198円サバご飯、焼きサバ弁当。焼きサバ弁当です。食べたいと思います。いただきます。子供はね、唐揚げ弁当買ってきて。ね、いただきます。あ、うん。じゃあ、弁当見てね、こんな。こんな感じです。筑前煮みたいなのと、サバ、焼きサバと、フライと、唐揚げと、焼きそばと、何やろ、シューマイみたいなもん、入ってます。ちょっと前よりもね、お米のクオリティが上がった気がする。うん。噛んでてね、ほんのり甘みがするのよ。前は全く甘みがなかったよ。筑前煮のレンコン美味しい。ほんと、味がね、いい感じに入ってる。お茶。今ね、お茶を沸かしてる、これね。沸かしたてのギンギンに熱いお茶やね。ああ、ちょっと待って。めんどくさいから、やかん持ってきて。サバ弁当、うん、サバ焼いてさ、フライ入れて、それで地球パー安いよね。うん、サビス弁当ね。サバ結構きれいに骨抜いてくれてあるの、美味しいな。久々にサバ食べたいな。今食べとるけど。具のない焼きそば。うん。それは美味しいね。多分これ焼きそばのパック売ってんね。本日まとめて作るから、それ入れたり、唐揚げ弁当作る唐揚げの1個唐揚げ入れたり、中華弁当の揚げシューマイ入れたり、そうやって入れてるから、コストダウンできてるんちゃうかな。チクッパは安いわ。ごぼうか、ごっついな。おいしい。これフライじゃないの、コロッケかな。コロッケや。コロッケも売ってる、コロッケでしょ。半分に切って入れてある。骨が、骨がいっぱい入ってる。ちょっと醤油かけた方が美味しいかな。味が薄いかな。塩味が薄いけど、油が乗った、ね、サバです。うん、前ね、初めてチキッパ弁当食べた時、ご飯がパッサパサして、うんと、バター味が甘みもなくってね、旨味がなかったからと思ったけど、今だいぶクオリティ上がってね。うん、もうクオリティ上がって言ってもやっぱりめちゃくちゃ美味しいわけでもないけども、うん、前はねちょっと食べとって苦痛ぐらい、バター、あの甘みもなかったけど、今ちゃんと米単体でね甘みも感じるし、もちもち感がね、前はパサパサで、なんやろ、
お前あの片栗粉食べとんのかなみたいな。まあね、今も結構美味しいね。うん、あ、シューマー美味しい。これ10%は安いと思うよ。うん。結構骨多いな。腹側ね、腹骨がそんなになかったから綺麗に腹骨すいたるなと思っとったら他に骨が入っとった。うん、そんなに取りにくい魚じゃないからね、サバは。言ってもありやと思います。まあ、油のとおいしいわ。ラムの弁当2キュッパ、3人で食べてもね600円、めちゃくちゃ安いよね。で、病院行ってきたからね、帰ってくるの1時ぐらいやったから、まあ、早終わってん、どっちの病院も。だから早帰れてんけどね。で、ちょっとラムでね、欲しい、チーズが欲しかったんだけどね。あとちょっとラムでね、買いたいものがあったから、ラム行って。ついでにお弁当買って帰ってて。今日は、まあまあ、手抜きっちゃ手抜きやけどね。うん、まあ、そんな感じで、お弁当。ラムのね、サバ、焼きサバ弁当。ヒカ食べる残り。もういらん、欲しかったあげんで。足りひんなんじゃん。いらんの、いらんかったら食べてまうで。食べてまおうか。ちょっとね、ラムの弁当小さいから他には足らんかなと思うね。あげようかな思ってんけど。どうする、いらん、え、いらんかったら食べてまうで。どうしますか、置いとこうか。聞いてね、うん、サバは食べへんから食べとこう。よかった、食べることないけど、あの骨が入ってて嫌がんねん。あ、きっちり骨取りしちゃ食べないけどね。骨置いといたろうか。筑前にも食べるかからしね。レンコンとごぼうさん置いとこう。うん、煮た人参は食べへんから食べる。鶏肉置いとこう。うん、ご飯もこんだけ置いとこう。はい、どうぞ食べ。はい、食べ。いらんの、お腹減ってないの？え？大丈夫な？うん、大丈夫ね。食べてしまおう。ごぼうさん。なんかラムの弁当足らんっていうね。珍しいな今日。ラムの弁当ちょっと少なめね。女の子でちょうどぐらい。男の子には少ないかな。思うね。
な量はね、これぐらいで十分。あちゃんもこれで十分やね。あちゃんとしかちょっとボリュームあるかな、これ。これでも。食べられるときは食べられるね。でもね、お昼はあんまり食べられへんことが多いな。雰囲気変わったらまたね、食べられたりするんだけど、不思議やね。1時50分か。美味しい。コロッケも美味しいね。おいしい。やっと食べられそう。みたいにちょうどいいかな。ちょっと多いかな、ぐらい。200円は安いです。ね。イチキュッパってものと美味しいです、これはまあね、美味しいのレベルって人それぞれあるけど、値段相応って考えると美味しいです、コンビニお弁当とかと変わらんぐらい。だからイチキュッパでラムのこのお弁当のクオリティはかなり高い方やと思います、これがね、800円1000円ってなったらまた評価は変わっていくんだけどね、だからそういうところでイチキュッパのラムお弁当はあちゃんありやと思います、でラムのね、サッカー台のところにレンジが置いてくれたから、レンチンして車の中で食べたりね、
するんやったらもう最高に、うん、あの節約になるしね。1キュッパで作れたら無理やからね、これね。だから大量生産してるから多分いけるんやと思うんだけど、うん、美味しかったです。ごちそうさまでした。ラムの1キュッパ、サバの焼きサバ弁当、これ初めて食べてんけどね、意外とクオリティ高かった。うん、はい、で、まあね、唐揚げとして売ってる、コロッケとして売ってる、で中華弁当に入ってる焼き、あ、じゃ揚げシューマイとか、焼きそばで売ってるやつの作ったやつの羽みたいなやつ、羽っていうかそこから間引いたやつとか、まあそのいろんなものの間引きから出てきてるからこの値段になるんやと思うのよね。1個のこのお弁当を作れたら1キュッパ絶対無理やと思います。原価割れすると思う、うん、でもまあそんな感じで、大量生産からできるラムーの、優しさかなと思います。はい、まあ、1キュッパお財布にも優しいんで、ぜひぜひあのよかったらラムーのお弁当食べてみてください。美味しかったです。ごちそうさまでした。ということで今日は、ラムーの1キュッパお弁当、サバ焼きサバ弁当を食べました。今日のあっちゃんのお昼、よかったと思ったら高評価を応援コメント、チャンネル登録してこれから見てくれたら嬉しいです。ではまたね。バイバイ。